集中。炎よ。私の番ね。
イチオス。デミゴッドは強いんです。みんな、よろしく。よし。イカズチよ、舐めたらいけませんよ。気配を感じるの。さあ、奥へ行きましょう。仲良くしましょう。行くぞ。炎よ。行くわよ。
張りましょう。私の番ね。頑張りましょう。あ、落ち着いた。行くわよ。少しでも敵に先んじているといいわね。あれ弱気？じゃあ神殿で祈ろうよ。たまには心を整えないと。そうですね。デミゴットは調和の実を食べませんから、定期的に心身の調和を整えないと。成長はいいの？恋人同士かな。知ったことか。出るぞ。え？デミゴットの皆さん、僕たちを捕まえに来た。そんなことするはずないでしょ。その言葉を信じられたらどれほど幸せか。何かあったの？アベシー族のリーダーになったセリンが調和を憎むようになったのは、頭の固いアルクタンのせいだと言われています。若いアルクタンがアウィシーの少女に恋をした。でもアルクタンの父親はその恋を認めなかった。その父親にとって調和とか種族の平等とか
きっと全部嘘なんです。建前だけの調和のためにアウィシー族は大空を舞う自由を失った。そのことにセリンは気づいてしまった。理不尽ですよね。その理不尽への怒りがセリンを過激な行動に走らせたんです。僕たちには帰る場所がありません。どうぞここにいさせてください。調和のために祈りますから、私たちを引き裂かないでください。神殿の掃除はデミゴットの仕事ではない。好きに祈れ。ありがとうございます。ありがとうございます。気にしない気にしない。次はどうする？時が過ぎれば過ぎるほど聖獣と私の結びつきが強くなる。それがわかるの。Thank you.
伊手座神殿の聖獣ヘリコンよ。なかなか素敵な姿ね。戻りましたよ。
ありがとう。次からヘリコンも応援してくれるわ。期待してね。じゃあ奥の様子を見に行こう。エンブレムをいただかなくちゃ。気配を感じるの。中に入ってみましょう。
集中しましょう。氷よ、ダメか。氷よ、ダメか。私の番ね。うん、大勝利。Thank you.
何があるかな。よろしく。コーディHuh!
何があるかな。はい。この先はどうなっているのかしらね。もちろん行くでしょう。集中。炎よ。ダメか。私の番ね。頑張りましょう。行け。砕けろ。みんな、よろしく。Don't like the look of this place. Huh.
なんだろうね。調和の世界の象徴はハルモニアだと思っていたけど、まず神殿ありきよね。集中しましょう。よし。
頑張りましょう。私の番ね。頑張りましょう。私の番ね。何があるかな。デミゴットは強い。
アウィシーに関わると厄介だ。さっさと出ようぜ。デミゴッドの皆さん、アルパジョとアラシア、レオナルドのご両親。レオナルドを知っているのか。はい、会ったのは一度だけですが、その一度の偶然の出会いが彼の人生を狂わせてしまいました。話してくれる？ぜひ聞かせてほしいわ。アウィシーウッズをうろついていたレオナルドと私が出会ったのは6年前です。レオナルドはデミゴッドに選ばれたことをとても喜んでいましてね。でもたった一つ心残りがあって、それは一目惚れした美しいアウィシーの娘に恋心を打ち明けずに任務に就くこと。そこで私は提案したんです。セリンのいる校舎まであなたを運んであげましょう。お代はあなたの全財産。ほんの冗談のつもりでしたが、レオナルドは喜びましてね。私も金に目がくらんで後先考えずに飛んだんですよ、彼を抱えてね。無茶でした。私は彼を落としてしまったんです。レオナルドは打ちどころが悪くて半年近く意識不明でした。やがて回復したレオナルドはとても屈辱的な事実を知ることになります。彼はデミゴッドになることが怖くて逃げたと世間が思っていること、特に彼の両親が怒り恥じていることを知ったのです。こうしてレオナルドは居場所をなくしてしまったのです。ああ、もういい、聞きたくない。私はなんて愚かな母親だったのかしら。私はしばらくここにいます。話を聞きたくなったらまた声をかけてくださいね。わしはこの後悔を抱えたまま死ぬんじゃな。僕も付き合ってあげますよ。わしは陸で死ぬつもりじゃ。さて、お次はどうする、ウラン。私の中の聖獣が私の細胞を探っている。こうして絆が強くなるのね。